それではね、風化雪月のねキャラクターをちょっと覚醒してみようと思います。もうねちょうど前面にナイスタイミングで2人出てるんで、はい、クロニューだよね。あとハートが出てるけど新闇騎士、はい、あもうなっちゃったみたいな。で仲間をやって仲間の強化やって覚醒で、それぞれねなんかクロニエがこの盾のやつとなんか羽が2枚必要で、死神騎士がこの同じ盾なんだけど青っぽいやつ黒っぽいやつかが20必要で、で羽が2枚必要だからちょうど4枚あるんでね、覚醒していこうと思います。レベル4じゃなくて星4だとねやっぱり星5にはかなわないからね。なので私はね風化雪月好きなので、この2キャラはね全部使って、この羽を全部使っちゃうことになるけども、覚醒していきましょう。はい、はい、そしたら今度は死神騎士だね。はい、そんな感じ で仲間ちょっと見てみようか。仲間にして編成、そうすると新しくねこのクロニエと死神騎士が5つ星になっています。血を見なきゃ気が済まないんだから、人間ってバカよね。あんたちょっと慣れ慣れしくない？いつになったらやらせてくれるわけ？あたし獣臭いのが嫌いなのよ。本当によく話すよね。はい、こんな感じだね。はい、それでね実はね私今死神騎士とクロニエパワーアップさせたんだよね。そうしたらね武器のあのエフェクトっていうかグラフィック、エフェクトじゃねえグラフィック、これが変わってんだよね。最初槍だったでしょ。でその死神騎士がサリエルの鎌だけかそれになってんだよね。だからちょっと見てみようか、仲間の強化みたいな。でこのでこのスキル習得にして、で実はソッティスも前のガチャでね見たけども、ちょっと待って、スキル習得じゃない、あれはい、で前のねガチャでねソッティスも実は私取ってるんで、はい、結構強いのよ。でまあとりあえず今回はクロニエだよね。でクロニエのスキル習得っていうのをやって、でなんかねゲームスタートした時点からねこの銀の暗記ってやつだったんだよね。で朝メイの探検っていうのをやったら結構その射程っていうか威力もね2倍になって、射程も2、これあまりもしかしたら武器のグラフィックは変わってるのかもしれないんだけども、一番わかりやすいのは死神騎士のこれだよね。で最初から手に入れた時に鉄の槍、鋼の槍、銀の槍で銀の槍だったんだよ。でそれが、サリエルの大釜にして、で、まあだから強さも5上がってるのかな。でスキルみたいなのがいろいろ奥義が発動しやすいとかいろいろあって、でこの奥義も結構なんかひどい奥義で、周りのね自分の周りの敵一気にヒットポイントを減らすっていう技だと思うんだけども、この大釜サリエルの大釜のスキルではないスキルね、
で、このスキルを習得すると変わるのかなって、ただの槍だったのがあの鎌になってるっていう、なんか細かい、あの全然期待はしてなかったんだけども細かい設定だなっていうのは思いました。なのでね、ちょっとあの性能とかね、そのグラフィック見るためにちょっと戦ってみましょうか。はい、ちょっとこれスキップしよう。お任せね。うん、やっぱり強くなっちゃってるからな。ほら、結構大きな鎌を持つようになったんだよね。かわいいね。もうなんかクリアしそうだね。とりあえず見てみましょう。はい、こんな感じでね、結構クロニエも死神騎士も可愛いよね。ソティスはね、強いんだけど、1マスしか、あの、動けないので、まあ、重装歩兵みたいな感じの位置、立ち位置ではあるんだけども、それよりも強い。はい。まあ、そんな感じだよね。